伊賀忍法帖は、日本の推理作家、山田風太郎が表した、長編電気小説、時代小説、漫画サンデー1964年4月号から8月号まで連載された、忍法帖ものの第11作にあたる。連載終了直後に、同社から単行本化された、戦国の世に現れた謎の男、カシムコジ。 様々な術を操り、その目撃、体験談が多く語られている存在だが、その彼が、武将、松永男女のもとに呼び出された。男女は、三好義之の妻、右京太夫に恋心を抱いており、どうにかして、彼女を手めにしようと企んでいたのだった。カシムが提案したのは、隕石を作るという計画だった。隕石とは、すなわちどんな女の心もとろかすという、再淫罪のこと。 それは、女たちを、カシムの配下である七人の忍法像が交換し、そこから得られる愛液を煮詰めることによって作られる。その計画のおぞましさに、居合わせた戦争液、野牛新左衛門は戦慄する。計画は、実行に移され、忍者僧たちは、多くの女を捕らえ、領辱し、隕石を作り始める。女たちは愛液を搾取され、五人に一人は死に至り、 生き残っても狂人になってしまうのだった。作業は順調に進められていったが、それはあまりの悲惨さに、命じた男女さえもがへきするようなありさまだった。そこに捕らえられた女の一人に、伊賀忍者、薄井上太郎の妻、かがりびがいた。彼女は元遊女で、上太郎と共に駆け落ちした先から伊賀に帰る途中を、襲われ、寝殺そうたちのかいな忍法に、 上太郎を倒され拉致されてしまったのだ。かり火は、忍法僧たちに、極上の素材として両辱されかかるが、それを拒んで自害してしまう。かり火が自分が就寝している妙境を打そっくりだった、こともあって惜しんだ男女は、忍法によって、かり火を蘇らせ、自分の長飛としてしまう。死んだと思われていた上太郎は一命を取り留め、当てどなく、 かがりびを探し始めるが、そのもとに、瀕死の女が、隕石を入れたひらぐもの茶釜を携えやってくる。それは、忍法でかがり火を蘇らせる代償として殺され、かがりびの記憶だけが残った女だった。その口から、ことの次第を聞いた上太郎は、七人の寝頃忍者層と、松永男女への復讐を誓い、戦いを挑んでいく。 いずれも総発に創業をした忍者で、全員が隕石を作るための術を心得る。薙刀などの普通の武術や、忍者の技を使うほか、それぞれ固有の超人の一気に達する忍法の使い手でもある。1982年12月18日に公開。配給は東映。魔界天章に続く、山田風太郎原作映画の第二弾。 汚れた英雄との2本立てで上映され、配給収入15億2500万円を記録した。制作前には、角川映画大型新人女優コンテストが開催され、本作でのヒロインデビューが優勝特典とされた。応募総数5万7480人の中から、九州地区代表の渡辺の子がグランプリに輝き、本作では新人ながら一人三役に挑んでいる。 また、本作には出演しないが、コンテストの特別賞に選ばれた、原田智世も芸能界にデビューした。混合坊役を演じた、プロレスラーのストロング小林は、この役名書きに、入り、ストロング混合に改名した。制作費4億5千万円のうち、東大寺大仏殿に火が放たれるシーンには、美術費1億5千万円が投入され、実物大の大仏の本編セットや琵琶湖畔に、 建てられた1、6セットなど、大規模な造形物が用意された。忍者像の使う忍術が異なっていたり、果ては松永男女が作中で死亡するなど、原作や史実にもよらない大胆な脚色がなされている。カ川カ映画は、伊賀忍法帳汚れた英雄の劇場公開と同時に、ビデオ発売を行った。この世界でも、例のないビデオ発売に対し、全教連は、 映画の劇場公開に悪い影響が出ると抗議したが、角川春樹は、テレビ放映、ビデオ販売、関連商品など、映画の二次、使用、三次使用も含めて考えていく必要があると反論した。キネマ旬報も、1983年、現在、映画が映画館産業から映画産業に変化していく過程で、莫大な制作資金の回収方法と善任している。 週刊コミックバンチで2004年24号から2005年21号にかけてシリーズ連載。脚本、紅谷誠が、草壁広明。ありがとうございます。